高田渡さんという僕の住んでる吉祥寺西荻近辺ら辺の、 あの伊勢屋というところで昼間から飲んではちょっと午前中に練習して昼間飲んで帰って寝るみたいな生活をしてた人も生活の柄ですか。そうです。Cause I